しどころか、ほとんど全部聞いてるじゃない。そうよ。人間界の暗黒度調査のために情報収集をしていたとき、悪魔召喚に関する興味深い情報を見つけたから、真偽を確かめようとしていたの。ヨハネ語言うな！悪魔召喚に限らず、魔術には人に見られてはいけないものが数多くあるわ。だからあの時も、部屋に入られるわけにはいかなかったの。なのに、ご飯なら後で一人で食べるからいいって言ったのに、聞いてくれなくて。私だって、わかってるのよ。一緒に暮らしている、仮にも家族の形をとっている相手が、大きな秘密を抱えているかもしれないなんて思ったら、私だって気になるわ。秘密を打ち明けて、受け入れて、自然に生活に溶け込ませることができたなら、それがきっと一番いい。でもでも、そんなうまくいくものじゃないでしょ？もし、そんなことやめろって言われたらって思うと。怖くない！わけでもなくはないっていうか。そうよ。何より、私は不運の申し子の異名を取る、ヨハネなのよ。いい結果なんて期待できるわけないじゃない。私の話聞いてた？ヨハネは不運に愛された不運マスターなのよ！最悪、この家を出ていかなきゃならなくなるかもしれないのに！好きかって言うんだから。あなた、そんなに自信家だったっけ？